脅威の1億円。保険会社自動車メーカーが熱望する平野の広告契約とは、平野仕様の広告戦争がコミュニティを揺り動かす。彼の魅力の裏に潜む社会的影響。東京渋谷の宮下パークに突如として現れた、平野仕様をフィーチャーしたサントリーの、ミスジンソーダの巨大広告は、広告戦争の幕開けとなりました。 一日でビールの2階から6階までを覆い尽くすその広告は、神宮前6丁目一帯を賑わせ、話題となりました。平野の魅力が凝縮された CM は、サントリーの新浪武社長が発言した、ジャニーズのタレントを CM に起用することは子供への虐待を認めることで、国際的非難の的になるという言葉から生まれたものです。この背後には、広告関係者たちの巧妙な戦略が垣間見えます。 平野の所属事務所の圧力や対象を超え、新たな時代の広告党としての彼のポテンシャルにかけた企画が展開されました。平野の CM 出演料は6000万円を超えると言われていますが、その裏には平野の強力なソーシャルメディアプレゼンスと若い女性たちを中心にした強い購買意欲があります。ルイ・ヴィトンとのパートナーシップやアジアアンバサダーに就任したことで、関連商品の売り上げは飛躍的に増加しました。 彼が持つ高い訴求力はクライアントにとって魅力的な要素となっています。しかし、これには様々なクライアントが興味津々で、特に平野がこれまで契約していなかった保険会社、自動車メーカー、不動産関連の企業が8000万円から1億円といった驚くべき金額で平野を獲得しようとし、争奪戦が繰り広げられています。平野が所属するナンバー 愛としての広告戦争には、騎士ユータや神宮寺ユータを含むメンバーも絡んでおり、スマップや嵐に匹敵する熱気が漂っています。ジャニーズ事務所からの退所から8ヶ月が経ち、平野市業をめぐるプロジェクトが本格的に進行中です。新たな広告等として踊り出た平野の成功は、ゴシュロムの社長のコメントにも現れています。ファッションと美の徒であるミラノの出身者である彼が、ゴシュロムの新商品に選ばれたことは、 そのスター性や人間性に賞賛の意を込めています。その成功は、YSL の売り上げが540倍になるなど、単なる CM 出演料1億円の価値を超えるものです。ファンたちはすでにミスソーダを箱買いし、高級ブランドが手の届かない中で、平野の広告によって新たな商品に挑戦する姿勢が見られます。広告の影響力は、推しの力で苦手なものが好きになるという面でも発揮されています。 ヒラの仕様の成功は単なる CM スターではなく、彼が持つコミュニティへの影響力や新しい商品に対する開かれた姿勢が、広告業界に新しい風を吹き込んでいます。彼が広告党として担うことで、コミュニティやファンに対する新たな視点が生まれ、広告の力が社会に与える影響が拡大しています。